膝の上で。どうも、よしきでございます。僕今日結構疲れていて、これ以上顔を出すのは無理なんですよ。イケボで言うなよ、はい、やばい、想像以上にイケボ。想像以上にイケボ。ちょっとなんかさ、絶対やらんわ。はい、はいはい、何の動画かというと、11月にもうそろそろ入ってくるということで、いよいよ本気出さねえとマジでやべえなみたいな。夏、まあ、あのヘミコーチと、まあ、練習して、だいぶ現役から遠ざかって、年が重なるにつれてだいぶ衰えてる。で、だんだん走れなくなってきてんなって思いながらも練習してる日々なんですけど、現役時代、自分がどういう時に良かったかっていうのをみんなに教えながらってフルマラソンやるにあたって、それを自分でも取り組んでいこうかな。で、まず現役時代高校3年の時に14分50で走ったんですけど、夏その時にやってたのがレペテーションが多かった。1週間に1回は 3000m の TT やってた。だいたい8分50から8分45で毎週それで走ってた。そしたら気づいたら14分台で走ってました。じゃあお前がよく言うどのシューズ履いた、どのスパイク履いたじゃなくて、ちゃんとそういう練習してたってことね。そう、これ結構動画で初公開です。そうなってくると本当に結果が出るんだってなったら、どうなるかっていうと、まあ、自信がつくので、じゃあもっとどう速くなればいいかって、こうもっともっともっとなってくるんですよ、うん、ってなった時に俺がなんかやったのは、今俺がその一番伸びてたのが高校3年だったから、高校3年の話するけど、夏休みの話ね。長距離の練習って朝練やって、まあ、大体3キロぐらい、まあ、キロ5でゆっくり走って、午前練か午後練かどっちかの2部練なんだけど、2部練で終わんなかった俺。みんなとの練習が終わって、みんなは遊びに行ったりとか出かけに行ったりとかする中で、俺友達との約束を断ってまで3部練、5部練やんないと気が済まないぐらい意識が高まってた。これって多分3部練したから強くなったとかじゃなくて、その意識の問題、3部練しなきゃっていう、その意識がある状態が多分一番自分が伸びる、まあ、リスクにつながる。ただその3部練のやり方を間違っちゃうと怪我にもつながるから、あのちょっとここは難しいところなんだけど、午後の内容はゆっくり LSD をしたり、まあ、LSD の動画上げてると思うんだけど、 LSD やったりストレッチやったり、そういった時間を午後練に当ててました。まあ、ちょっとそんぐらいの深い意識を持ってた、そんぐらいの意識を持ってたから、彼女を作らなかった、彼女を作らなかった、ありえない。ヨシキから女を取るって俺の中ではもうありえない。リスナーも見るから、うん、リスナーも見るってリスナーしか見ねえよ。一応さ、あの動画上ではさ、ちゃんとクリーンな人でしょ。いや俺らクリーンチャンネルだよ、大丈夫。なんでずっとイケボなの。あの顔出さないから声は決めていこうかなって思っててありがとう。高校2年まで全然もう県大会決勝いけるかいけないかの選手が東北入賞して上位に行くぐらいまで伸びたわけだから、リクマガに乗ってたからね、素晴らしい、かっこよすぎる。そんぐらいまで伸びるんですよ、多分意識次第では、うんうん、やっぱセンスがあるからね、お前は。なんかだからセンスとかいうよりもやっぱ考えながら俺もやってたから、それがね、こう間違った道に行ってなかっただけで、結果それで酒井監督にもスカウトされて東洋に行くっていう陸上人生になっていくんだけども、レース感覚を忘れないレピテーションを取り入れ始めてから記録が伸びた、そうなってから意識が高まった、で彼女を作らなかった、なんかこの3つを高校3年になってからやって伸びたなって振り返るとね。なんで東京マラソンマジで2時間48分まで今非常に厳しい状況です。でこれを成し遂げるために練習ももちろんする。現役みたいなパリパリの意識はなかなかね、仕事しながらが難しいんだけど、いやいやでもお前アクセルの名に恥じない意識の高さ今持ってるよ。俺はね認めてあげる。ちょっとおおマジで、まあ、ちょっとね本当仕事をしながらきつい中でも練習をまず継続させる意識、これを持つ、で最後にあの2時間48分切るまで俺は女作らない。やっぱクソどうでもよ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。 OK。 いやでもまあ大事だよね、まあ言うてあと4ヶ月なんですけど4ヶ月だよな。そう、2月でしょって。3月、ね、3月か。じゃあ5ヶ月、まあ半年弱、どうでもよ。どうでもいいし、多分女を作らない以前にまず彼女できてできない。まあでもね、まあその3つをまあしっかり守っていってください。あと5ヶ月あるんで、はい。
辺見コーチが組んでくれた日々の練習を継続させること、うん、そして女遊びをしない、やっぱどうでもいい